はい、どうもこんにちは、ゆら様です。ゆら様のね、多目的防音スペースを作るプロジェクト、たくさんのご支援誠にありがとうございます。おかげさまで、物事は順調に進んでいるんですけれども、ちょっとね、その物事の、進み具合を皆さんにお伝えしようかなと思うんですけれども、防音の工事が始まる中でね、まあ、できるだけ、お金を節約したいなと思っているんですけれども、なんせ防音工事はね、費用がかかるということで、できるだけ安く抑えたいなと思っておりまして、あのですね、まあ、防音で何がお金かかるといったらですね、防音扉、鉄製の防音扉なんですけど、なんとこちらがね、普通に買うとですね、まあ数十万円は軽くするというわけで、なんとかこの費用を抑えられないかなと思っていたところですね、なんと知り合いのですね、音楽スタジオ、のところから連絡いただいてですね、うちの防音扉もう使わないから持って行っていいよという話をいただきまして、なんと私今日その音楽スタジオになってまいりました。はい、こちらのね、はい、この赤い、よいしょ、この鉄の防音扉、これ今から撤去して持っていこうかなと思っております。頑張ってみます。防音扉の撤去頑張りたいと思います。あれですね、本気でやりたいと思います。まあ私のこう空いてる時間があったらですね、解体工のアルバイトに精を出してですね、そこで得たスキルがまさかこんな形で役に立つと。1枚目を今一応取り終わりました。非常に重たいので危険です。ちょっと移動させます。窓枠、この赤い窓枠もきれいに撤去したいと思います。電気が落ちたりいろいろありましたが、とりあえず一つ目の防音扉撤去に成功しました。続きまして、2個目の扉に挑戦したいと思います。朝の10時から作業して、いろんなトラブルありましたが、無事に2枚目これドア枠とドア取りました。疲れました。こんにちは。じゃん。
無事にドアが搬入されました。ドアが開きます。そしてなんと、職人さんはとても仕事が早く、もうドア枠が一つついております。ありがとうございました。とりあえず怪我なく僕の仕事は終わったと思います。ありがとうございました。汗だくです。